はい、こんにちは、まあやチャンネル前原です。やってまいりましたベイブレードのお試し動画ですかね、はい、前回の動画で、ディスク15種類を試してみました。いろいろコメントいただきましてね、回すのが下手とかね、いっぱいいただきましたけど、確かにね、回すの下手です、やっぱね、我々も上手になっていきたいと、それでコメントでね、ヘビーのディスク持ってないのはね、致命的だって改造でね、言われました。はい、これね、買わんといかんな、ヘビーいつかゲットしたいですね、はい、まあゲットしたらまた動画にしたいと思います、はい、それで今回はですね、前回もちらっと言いましたね、ドライバー、それをですね、全部、回してみたいと思います、はい、うちが手持ちで持ってるやつはね、アクセル、フュージョン、クロー、ブロー、エッジ、クレイク、エクストリーム、ゼファー、ジャイロ、バリアブル、ユナイト、リボルブ、クレス、オービット、ジャギー、インパクト、この16種類でございますね、はい、今回はこちらを使いたいと思いますね、はい、オベリスクオーディンとマグナムディスクですね、はい、マグナムディスクは、前回ね2人とも回して2人とも18秒で一番遅かったディスクですので、これを使いたいと思います、はい、この一番遅いディスクと攻撃タイプのレイヤーでどれが一番長く回るか、はい、ちょっと試してみたいと思います、はい、では1つずつ回していきましょう。はい、アクセル、アクセルでいきましょう、じゃあ組み立てます。これでオベリスクオーディンマグナムアクセル、そうだね、ゴーシュー、46秒、すごいね、長い長いすごい、ドライバーでこんな変わるんだ。うん、今度はオベリスクオーディンマグナムフュージョン、はい、ゴーシュー、うわすげえ、すごい回転力、これは長いよ、長いね、長い、1分6秒長い、めちゃくちゃ長い、すごい、これでオベリスクオーディンマグナムクローンになります、はい、おーしゃ、57秒あら、フュージョンの方が長かった、うん、フュージョンが今のところ一番長いね。オベリスクオーディンマグナムブロー、ゴーしゃ、56秒、うん、さっきとほぼほぼ変わんない、うん、オベリスクオーディンマグナムエッジ、はい、おーしゃ、45秒、これが一番短いね、そうだね、エッジは45秒でした、はい、次はクエイク、オベリスクオーディンマグナムクエイク、ゴーしゃ、オベリスクオーディンマグナムエクストリーム、はい、ゴーシュ、27秒、うん、これ一番短かった、オベリスクオーディンマグナムゼファー、ゼファーですね、ゴーシュ、50秒、うん、これでオベリスクオーディンマグナムジャイロ、おーしゃ、ジャイロすごい、ジャイロの周りが、これ1分いけ、55秒、オベリスクオーディンマグナムバリアブルですね、はい、ゴーシュ、21秒、うん、今までで一番短い、うん、オブリスコーリンマグナムユナイト、はい、ゴーシュ、お、いったいったいった、来てるねこれは、うん、55秒、まあまあ持ったね、一番ね多く自給してるのは今のところフュージョン、フュージョン、オブリスコーディンマグナムリボルブ、ゴーシャ、うわ静かー、
1分5秒。惜しかった。フュージョン1分6秒にかなわず、オブリスクオーリンマグナムプレス、はい、ゴーシュー。おお、めっちゃすごいぞ。1分。オブリスクオーリンマグナムオービット、ゴーシュー56秒。はい、オベリスクオーリンマグナムジャギー、ゴーシュー。ブレてきた。止まった。42秒。はい、オベリスクオーリンマグナムインパクト、はい、ゴーシュー。25秒。はい、はい、はい、ということで、うちが持ってる全てのドライバー16種類ね、はい、回してみました。はい、一番長かったのはフュージョンの1分6秒。はい、次に長かったのがリボルブの1分5秒。すごいね。その次に長かったのがプレスの1分。はい、で一番短かったのがインパクトの25秒。やっぱりね、うん、この辺りでしたね。はい、今ちらちら映ってたと思うんだけど、うん、あのこのですねベイブレードのガイドブック、うん、はい、これ実は持ってます、はい、でここにですね、まあ、いろいろ持久タイプとか攻撃タイプとか書いてるんだけど、うん、こういうのを参考にしてどんどん改造していくといいんでしょうね。はい。じゃあ次回はどうします。レイヤーも回してみる。うん、ディスクはマグナムね、でドライバーはインパクト、はい、この遅い組み合わせでどのレイヤーが一番長く回るか、はあ、ちょっと次回やってみましょうかね。はい、はい、ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。